ステゴサウルスは、従来後期、現在の北米大陸に生息して、恐竜の中でも特に有名な属の一つである。ステゴサウルスを含む、ュ竜類の化石は、複数個体がまとまって発見されることがあり、群れで行動していたとする説の根拠の一つとなっている。学名は、スティーゴ、イコール屋根に覆われた、サウルスイコールトカゲの意味である。 発見された当初は完全な標本がなく、亀の甲羅のように骨質の板で、背中が覆われていたと考えられたためである。中国語名は、権竜であるが、日本語の権竜類と関係なく、ステゴサウルスこの一種類だけを指す。S ステナプスの創造図人間との大きさ比較。緑色は S ステナプス、オレンジ色は S アングヤレイトス。背中に骨質の板が、 互い違いに立ち並んでいるのが特徴。使用目的には諸説あるが表面と内部に多くの血管の跡と思われる痕跡が発見されたことからアフリカ像の大きな耳のように熱を放射主体温を調節するのに役立っていたとする説が有力。かつては肉食恐竜に対する武器や防御とする説もあったが薄く強度に劣るためその役には立たなかったとされている。 最新の研究では、生体となった後にも板が成長していることが判明しており、仲間同士におけるディスプレイだったとする説が提唱されている。武器としては、尾の先にある4本の長大なスパイクが役立ったようで、これによる傷跡とおぼしきくぼみがついた化石も見つかっている。喉の部分には小さな骨片で構成された装甲板が存在したようである。頭蓋骨のキャスト。 体に比べて頭はとても小さい。頭は小さく脳のサイズはくるみ程度である。背中の脊髄が通る管の途中に大きな空洞があり、以前はここに小さな脳を補うための第二の脳を持っていたと考えられたが、現在では鳥類にもある栗光原体が位置していたとされている。なお、実際のところステゴサウルスの知能がどの程度であったかは、 詳しくわかっていない。背中の骨盤のキャスト鋭い骨張りを持つ、ステゴサウルスのステゴサウルスはこれまで様々な種が提唱されてきた。しかし、ほとんどの種は種として分類するために、有効な形質がないために、2008年にステゴサウルスアーマタス、ステゴサウルスマジョシー、ステゴサウルスホーメニーの計算種に統一された。なお、オのスパイクが8本あると言われる。 ステゴサウルスの骨格は2個体以上の個体を混ぜて作ったものであるということが分かっている。そのため、ステゴサウルスの尾の棘は4本しかないとされている。特徴的な形態から数多くの映像作品に登場し、またデザイン的なモチーフとされている。中でも背中の骨盤は怪獣、ゴジラの背びれのデザインの元になったことで知られている。その他の詳細は、 英語版の記事を参照。ありがとうございます。